狩りの同時、宮沢賢治、ルサの南の柳で囲まれた小さな泉で、私は、いった麦粉を水に溶いて、昼の食事をしておりました。その時、一人の巡礼のおじいさんが、やっぱり食事のために、そこへやってきました。私たちは、 黙って軽く礼をしました。けれども、半日まるっきり人にも出会わないそんな旅でしたから、私は食事が済んでもすぐに泉とその年取った巡礼とから別れてしまいたくはありませんでした。私はしばらくその老人の高い喉仏のギクギク動くのを見るともなしに見ていました。 何か話しかけたいと思いましたが、どうもあんまり向こうが静かなので、私は少し窮屈にも思いました。けれども、ふと私は泉の後ろに小さなほこらのあるのを見つけました。それは大変小さくて、地理学者や探検家ならばちょっと標本に持っていけそうなものではありましたが、まだ 全く新しく黄色と赤のペンキさえ塗られていかにも異様に思われ、その前には粗末ながら一本の旗も立っていました。私は老人がもう食事も終わりそうなのを見て尋ねました。失礼ですが、あのお堂はどなたをお祭りしたのですか その老人も確かに何か私に話しかけたくていたのです。黙って二三度うなずきながらその食べ物を飲み下して低く言いました。同時のです。同時ってどういう方ですか狩りの同時とおっしゃるのは、老人は食器をしまい、かがんで泉の水をすくい、 綺麗に口を注いでからまた言いました。狩りの童子とおっしゃるのは、まるでこのごろあった昔話のようなのです。この地方にこのごろ降りられました天童寺だというのです。このお堂はこのごろルサの向こう側にもあちこち立っております。 天の子供が降りたのですか罪があって天から流されたのですかさあ、よくわかりませんが、よくこの辺でそう申します。多分、そうでございましょう。いかがでしょう聞かせてくださいませんかお急ぎでさえなかったら。いいえ、急ぎはいたしません。 私の聞いただけお話しいたしましょう。サ者にスリやケイという人がございました。名門ではございましたそうですが、落ちぶれて奥様と二人、ご自分は昔からの社教をなさり、奥様は旗を折って静かに暮らしていられました。ある明け方、 スリア様が鉄砲を持ったご自分のいとこの方とご一緒に野原を歩いていられました。地面はごく麗しい青い石で、空がぼーっと白く見え、雪も間近でございました。スリア様がおいとこ様におっしゃるには、お前もさような慰みの殺生をもういい加減やめたらどうだと。 こうでございました。ところが、いとこの方が、まるですげなく、やめられないとご返事です。お前はずいぶんむごいやつだ。お前の、痛めたり殺したりするものが、一体どんなものだかわかっているかどんなものでも、命は悲しいものなどだぞ。と、スリア様は、 重ねてお悟しになりました。そうかもしれないよ。けれどもそうでないかもしれない。そうだとすれば、俺は一層面白いのだ。まあ、そんなくだらない話はやめろ。そんなことは昔の坊主どもの言うこった。見ろ。向こうを狩りが行くだろう。俺は仕留めてみせる。と、 いとこの方は鉄砲を構えて走って見えなくなりました。スリア様はその大きな黒い狩りの列をじっと眺めて立たれました。その時にわかに向こうから黒い尖った弾丸が登って真っ先の狩りの胸をいました。狩りは 三遍揺らぎました。みるみる体に火が燃え出し、世にも悲しく叫びながら落ちてまいったのでございます。弾丸がまた登って次の狩りの胸を貫きました。それでもどの狩りも逃げはいたしませんでした。かえって泣き叫びながらも落ちてくる狩りに従いました。 第三の弾丸が昇り、第四の弾丸がまた登りました。六発の弾丸が六匹の狩りを傷つけまして、一番姉妹の小さな一匹だけが傷つかずに残っていたのでございます。燃え叫ぶ六匹はもだいながら空を沈み、姉妹の一匹は泣いて従い、それでも 狩りの正しい列は、決して乱れはいたしません。その時、スリア様の驚きには、いつか狩りが皆空を飛ぶ人の形に変わっておりました。赤い炎に包まれて、嘆き叫んで手足をもだえ、落ちて参る五人、それから姉妹にただ一人、まったい者は、 可愛らしい天の子供でございました。そしてスリア様は確かにその子供に見覚えがございました。最初のものはもはや地面に達しまする。それは白い髭の老人で倒れて燃えながら骨だった両手を合わせスリア様を拝むようにして切なく叫びますのには スリア様、スリア様、お願いでございます。どうか、私の孫を、お連れくださいませ。もちろんスリア様は、はせよって申されました。いいとも、いいとも。確かに、俺が引き取ってやろう。しかし、一体お前らは、どうしたのだ その時、次々に狩りが地面に落ちてきて燃えました。大人もあれば、美しい洋楽をかけた女子もございました。その女子は、真っ赤な炎に燃えながら、手をあのおしまいの子に伸ばし、子供は泣いてその周りをはせめぐったと申しまする。狩りの老人が、 重ねて申しますには、私どもは天の眷属でございます。罪があって、ただいままで狩りの形を受けておりました。ただいま、報いを果たしました。私どもは天に帰ります。ただ、私の一人の孫はまだ帰れません。 これは、あなたとは縁のあるものでございます。どうぞ、あなたの子にして、お育てお願います。お願いでございます。と、こうでございます。スリア様が申されました。ヒーとも、すっかりわかった。引き受けた。安心してくれ。 すると老人は手をこすって地面に頭を垂れたと思うともう燃え尽きて影も形もございませんでしたスリア様もいとこ様も鉄砲を持ったままぼんやりと立っていられましたそうで一体二人一緒に夢を見たのかとも思われましたそうですが あとでいとこさまの申されますには、その鉄砲はまだ熱く弾丸は減っており、そのみんなのひざまずいたところの草は確かに倒れておったそうでございます。そしてもちろんそこにはその童子が立っていられましたのです。スリア様は我に帰って童子に向かって言われました。 お前は今日から俺の子供だ。もう泣かないでいい。お前の前のお母さんや兄さんたちは立派な国に登って行かれた。さあ、おいで。スリア様はご自分の家へ戻られました。途中の野原は青い石でしんとして、 子供は泣きながらついてまいりました。スリア様は、奥様とご相談で、何と名前をつけようか3、4日お考えでございましたが、そのうち話はもうサシャ全体に広がり、みんなは子供を狩りの童子と呼びましたので、スリア様も仕方なくそう呼んでおいででございました。 老人はちょっと息を切りました。私は足元の小さな苔を見ながら、この怪しい空から落ちて赤い炎に包まれ、悲しく燃えていく人たちの姿を、はっきりと思い浮かべました。老人はしばらく私を見ていましたが、また語り続けました。サシャの春の終わりには、 野原一面、柳の花が光って飛びます。遠く氷の山からは、白い、何とも言えず、瞳を痛くするような光が、日光の中を張ってまいります。それから、果樹がちらちら揺すれ、ひばりは空で透き通った波を立てまする。同時は、 早くも六つになられました。春のある夕方のこと、スリア様は狩りから来たお子様を連れて街を通って参られました。ぶどう色の重い雲の下を影帽子のコウモリがひらひらと飛んで過ぎました。子供らが長い棒に紐をつけて、 それを追いました。狩りの同時だ、狩りの同時だ。子供らは棒を捨て、手をつなぎ合って、大きな輪になり、スリア様親子を囲みました。スリア様は笑っておいででございました。子供らは声を揃えて、いつものように生やしまする。 狩りの子、狩りの子、狩り同時、空からスリアに降りてきた。と、こうでございます。けれども、一人の子供が冗談に申しまするには、狩りの捨て子、狩りの捨て子、春になってもまだおるか。みんなはどっと笑いまして、それからどういうわけか、小さな石が一つ飛んできて、 同時の方を打ちました。スリア様は同時をかばってみんなに申されますのには、お前たちは何をするんだこの子供は何か悪いことをしたか冗談にも石を投げるなんていけないぞ。子供らが叫んでバラバラ走ってきて同時にわびたり慰めたりいたしました。ある子は 前掛けの隠しから干した一軸を出してやろうといたしました。道司は初めからおしまいまでニコニコ笑っておられました。スリア様もお笑いになりみんなを許して道司を連れてそこを離れなさいました。そしてアサギの目脳の静かな夕うもやの中で 言われましたよくお前はさっき泣かなかったな。その時、同時はお父様にすがりながら、お父さん、私の前のおじいさんはね、体に七つ持っていたよ。と、こう申されたと伝えます。巡礼の老人は、 私の顔を見ました。私もじっと老人のうるんだ目を見上げておりました。老人はまた語り続けました。またある晩のこと、童時は寝つけないでいつまでも床の上でもがきなさいました。おっかさん、眠られないよ。 おっしゃりまする。スリアの奥様は立って行って静かに頭を撫でておやりなさいました。道士様の脳はもうすっかり疲れて、白い網のようになってブルブル揺れ、その中に赤い大きな三日月が浮かんだり、その辺いっぱいにゼンマイの目のようなものが見えたり、また、 四角な変に柔らかな白いものがだんだん広がって恐ろしい大きな箱になったりするのでございました。母様はその額があまり厚いと言って心配なさいました。杉谷様は写しかけの教文に手を合わせて立ち上がられ、それから同子様を立たせて、 紅川の帯を結んでやり、表へ連れておいでになりました。駅のどの家ももう遠を閉めてしまって、一面の星の下に胸ねが黒く並びました。その時、その時同時は、ふと水の流れる音を聞かれました。そして、しばらく考えてから、 お父さん、水は夜でも流れるのですかとお尋ねです。スリア様は砂漠の向こうから登ってきた大きな青い星を眺めながらお答えなされます。水は夜でも流れるよ。水は夜でも昼でも平らなところででさえなかったらいつまでも いつまでも流れるのだ。同時の脳は急にすっかり静まって、そして今度は早く母様のところへお帰りなりとなりまする。お父さん、もう帰ろうよ。と申されながらスリア様のたもとを引っ張りなさいます。お二人は家に入り、 母様が迎えなされて、とのわをはめておられますうちに、童子はいつかご自分のとこに登って、着替えもせずにぐっすり眠ってしまわれました。また、次のようなことも申します。ある日、スリア様は童子と食卓にお座りなさいました。 食品の中に、蜜で煮た二つの船がございました。スリアの奥様は、一つをスリア様の前に置かれ、一つを同時にお与えなされました。食べたくないよ、おっかさん。同時が申されました。美味しいのだよ、どれ、箸をお菓子 スりアの奥様は、童時の箸を取って、魚を小さく砕きながら、さあ、お上がり、おいしいよ、と、勧められます。童時は、母様の魚を砕く間、じっと、その横顔を見ていられましたが、にわかに、胸が変な具合に迫ってきて、気の毒なような、悲しいような、なんとも、 たまらなくなりました。くるっと立って、鉄砲玉のように、外へ走って出られました。そして、真っ白な雲のいっぱいに満ちた空に向かって、大きな声で泣き出しました。まあ、どうしたのでしょうと、スリアの奥様が驚かれます。どうしたのだろう、言ってみろ。 スリア様も気遣われます。そこでスリアの奥様は戸口にお立ちになりましたら、道司はもう泣きやんで笑っていられましたと、そんなことも申し伝えます。また、ある時、スリや様は道子を連れて、馬市の中を通られましたら、一匹の子馬が、 父を飲んでおったと申します。黒い荒布を着た馬商人が来て小馬を引き離し、もう一匹の小馬に結びつけ、そして黙ってそれを引いていこうといたしまする。母親の馬はびっくりして高く泣きました。なれども小馬はぐんぐん連れて行かれまする。向こうの角を曲がろうとして、 子馬は急いで後足を一方上げて腹のハエを叩きました。当時は母馬の茶色な瞳をちらっと横目で見られましたが、にわかにスリア様にすがりついて泣き出されました。けれどもスリア様はお叱りなさいませんでした。ご自分の袖で 同時の頭を包むようにして、馬市を通り過ぎてから、川岸の青い草の上に童子を座らせて、杏の実を出しておやりになりながら、静かにお尋ねなさいました。お前は、さっきどうして泣いたのだってお父さん、みんなが子馬を無理に連れて行くんだもの。馬は仕方ない。 もう大きくなったから、これから一人で働くんだ。あの馬はまだ父を飲んでいたよ。それは、そばに置いてはいつまでも甘えるから仕方ない。だってお父さん、みんながあのお母さんの馬にも子供の馬にも後で荷物をいっぱいつけてひどい山を連れて行くんだ。それから食べ物がなくなると殺して、 食べてしまうんだろうスリア様は何気ない風でそんな大人のようなことを言うもんじゃないとはおっしゃいましたが、本当は少しその天の子供が恐ろしくも大思いでしたと、まあ、そう申し伝えます。スリア様は同時を十二の時少し離れた 首都のある下道の塾においでなさいました。同時の母様は、一生懸命旗を折って、塾料や小遣いやらをこしらえてお送りなさいました。冬が近くて、天山はもう真っ白になり、桑の葉が黄色に枯れてカサカサ落ちました頃、ある日のこと、同時がにわかに帰っておいでです。 母様が窓から目ざとく見つけて出て行かれました。スリア様は知らないふりで社教を続けておいでです。ああ、お前は今頃どうしたのです私、もうお母さんと一緒に働こうと思います。勉強している暇はないんです。母様はスリア様の方に 気兼ねしながら申されました。お前は、またそんな大人のようなことを言って、仕方ないではありませんか。早く帰って勉強して、立派になって、みんなのためにならないとなりません。だっておっかさん、おっかさんの手は、そんなにガサガサしているのでしょうそれなのに、私の手はこんななんでしょうそんなことを、 お前が言わなくてもいいのです。誰でも歳を取れば手は荒れます。そんなことより早く帰って勉強をなさい。お前の立派になることばかり私には楽しみなんだから。お父さんがお聞きになると叱られますよ。ね、さあおいで。とこう申されます。 同時はしょんぼり庭から道に出られました。それでもまた立ち止まってしまわれましたので、母様も出て行かれて、もっと向こうまでお連れになりました。そこは沼地でございました。母様は戻ろうとしてまた、さあ、おいで早く、とおっしゃったのでしたが、 同時はやっぱりとどまったまま、家の方をぼんやり見ておられますので、母様も仕方なくまた振り返って、足を一本抜いて小さな笛を作り、それをお持たせになりました。同時はやっと歩き出されました。そして、はるかに冷たい島を作る雲のこちらに、 足がそよいで、やがて、童時の姿が、小さく、小さくなってしまわれました。にわかに、空を羽音がして、狩りの一列が通りましたとき、スリア様は、窓からそれを見て、思わずドキッとなされました。そうして、冬に入りましたのでございます。 その厳しい冬が過ぎますと、まず柳の目がおとなしく光り、砂漠には砂糖水のような影炎が徘徊いたしまする。暗図やスモモの白い花が咲き、ついでは小立ちも草地も真っ青になり、もはや玉髄の雲の峰が四方の空をめぐる頃となりました。 ちょうどその頃、サシャの町外れの砂の中から、古いサシャ大事の跡が掘り出されたとのことでございました。一つの壁がまだそのままで見つけられ、そこには三人の天童寺が描かれ、ことにその一人はまるで生きたようだとみんなが評判しましたそうです。あるよく晴れた日、 スリア様は都に出られ、同時の師匠を訪ねていろいろ礼を述べ、また三巻の荒布を送り、それから半日、同時を連れて歩きたいと申されました。お二人は雑踏の通りを過ぎて行かれました。スリア様が歩きながら何気なく言われますには、 どうだ、今日の空の青いことは。お前方の歳は、ちょうど、今、あの空へ飛び上がろうとして、羽をバタバタ言わせているようなものだ。童子が、大変に沈んで答えられました。お父さん、私は、お父さんと離れて、どこへも行きたくありません。 スリア様はお笑いになりました。もちろんだ。この人の大きな旅では、自分だけ一人遠い光の空へと見去ることはいけないのだ。いいえお父さん、私はどこへも行きたくありません。そして誰もどこへも行かないでいいのでしょうか。と、こういう不思議なお尋ねでございます。 誰も、どこへも行かないでいいかって、どういうことだ誰もね、一人で離れて、どこへも行かないでいいのでしょうかうん。それは行かないでいいだろう。と、スリア様は、何の気もなく、ぼんやりとこう、お答えでした。そしてお二人は、町の広場を通り抜けて、 だんだん郊外に来られました。砂がずーっと広がっておりました。その砂が一ところ深く掘られて、たくさんの人がその中に立ってございました。お二人も降りて行かれたのです。そこに古い一つの壁がありました。色は合わせてはいましたが、三人の天の童子たちが、 書いてございました。スリア様は思わずドキッとなりました。何か大きな重いものが遠くの空からばったり被さったように思われましたのです。それでも何気なく申されますには、なるほど立派なもんだ。あまりよくできてなんだか怖いようだ。この 天童はどこかお前に似ているよ。スリア様は童時を振り返りました。そしたら童時はなんだか笑ったまま倒れかかっていられました。スリア様は驚いて急いで抱き止められました。童時はお父さんの腕の中で夢のようにつぶやかれました。 おじいさんが、お迎えをよこしたのです。スリア様は、急いで叫ばれました。お前どうしたのだどこへも行ってはいけないよ。うじが、かすかに言われました。お父さん、お許しください。私はあなたの子です。この壁は、 前にお父さんが描いたのです。その時私は、王の、だったのですが、この絵ができてから王様は殺され、私どもは一緒に出家したのでしたが、敵王が来て寺を焼く時、二日ほど続服を着て隠れているうち、私は恋人があって、 このまま出家に帰るのをやめようかと思ったのです。人々が集まって口々に叫びました。狩りの同時だ狩りの同時だ同時はもう一度少し唇を動かして何か呟いたようでございましたが、スリア様はもうそれをお聞き取りなさらなかったと申します。 私の知っておりますのは、ただ、これだけでございます。老人は、もう行かなければならないようでした。私は、本当に名残惜しく思い、まっすぐに立って、合唱して申しました。尊いお物語をありがとうございました。誠に、お互い、 ちょっと砂漠のヘリの泉でお目にかかって、ただ一時を一緒に過ごしただけではございますが、これも仮染めのことではないと存じます。ほんの通りかかりの二人の旅人とは見えますが、実はお互いがどんなものかもよくわからないのでございます。いずれはもろともに姿の示された光の道を進み、かの 無情母体に至ることでございます。それでは、お別れいたします。さようなら。老人は、黙って礼を返しました。何か言いたいようでしたが、黙ってにわかに向こうを向き、今まで私の来た方の荒れ地に、とぼとぼ歩き出しました。私もまた、 ちょうどその反対の方の寂しい石原を合唱したまま進みました。